どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 GoTo トラベルキャンペーン併用可能な東京都民の方限定もっと東京キャンペーンということで、こちらはですね、東京都民の方が GoTo トラベルキャンペーンがですね開始が遅れた経緯もありまして、上乗せされるかもしれないっていうね話が結構前からね出てたわけなんですけども、こちらがですねやっと詳細ね発表されましたので、詳しくね解説やっていきたいというふうに思います。それではですね、もっと東京キャンペーンの概要ですね。まず予約販売開始がですね2020年の10月の23日、宿泊開始が2020年の10月の24日、事業規模に関しては40万泊分なくなり次第終了っていうふうになっております。補助金額についてはちょっとね後で解説させていただきますけども、宿泊を伴う旅行に関しては1人5000円日帰りの場合は2500円でいった形になっております。もちろんねこちら GoTo トラベルキャンペーンね併用可能というふうになっておりまして、旅行エリアですね、東京都民の方が東京都内をね利用するっていった形のキャンペーンというふうになっております。でですね、こちら予約販売期間が10月の23日ということで、まだね開始されておりません。10月の23日ということですんで、まだね10日以上ね先っていうふうになりますんで、こちらのキャンペーンに関してはですね、発売前の予約に関してはですね特にね記載がないっていうふうになりますので、個人的にはですねおそらくね開始前の予約に関してはね対象にならないっていうふうになりますんで、こちらの点に関してはですね、もしね変更とかですね追加情報がありましたらですね、私のチャンネルのコミュニティ欄っていうところがあるんですけども、まあ、そちらでもですね発信していきたいというふうに思いますので、ぜひねチェックしていただけたらなっていうふうに思います。ということですんで、ひとまずはですね10月23日を待ってですね予約していただくっていった形になります。それでは次にですね、補助金額についてですね、こちらね公式サイトからね引っ張ってきた画像になるわけなんですけども、上の2つですね、宿泊を伴う旅行、宿泊のみ、宿泊のみということで、こちらね旅行業者と OTA 事業者、宿泊事業者ということで、こちらに関してはですね1人1泊5000円のね補助金が出るっていった形になっております。この時にですね GoTo トラベルキャンペーンと併用する場合はですね9000円以上の利用っていう風になっておりまして、旅行者支払い額が850円以上のね支払いが対象っていう風になっております。またね GoTo トラベルキャンペーンを併用しない場合はですね6000円以上っていう風になっておりまして、旅行者支払い額が1000円以上の場合が対象っていう風になっております。ということで、当初ですねこちらのキャンペーンについては旅行会社をね通して予約した場合かなっていうふうに思ってたわけなんですけども、宿泊施設をですね直接予約した場合であっても対象になったっていった形になります。次にですね日帰りの場合ですね、日帰りの場合は旅行事業者の予約のみというふうになっておりまして、1人1回2500円のね補助金が出るっていった形になります。またねこちらも GoTo トラベルキャンペーンをね併用する場合は4500円以上、旅行者支払い額が425円以上のね支払いが対象っていう風になっておりまして、 GoTo トラベルキャンペーンを併用しない場合はですね3000円以上ということで、旅行者支払い額が500円以上の場合が対象っていった形になっております。それでは次にですね、実際に予約した場合ですねどのような感じになるかっていうのをね見ていきたいなという風に思うんですけども、ホテルにですね直接予約した場合で1人ね9000円の支払いだった場合ですね、こちらでね計算していきます。 GoTo トラベルキャンペーンがですね9000円のね支払いということで、ここからですねGoTo トラベルキャンペーンの3150円がね割引が入るっていった形になりまして、次にね今回のこのもっと東京キャンペーンのね割引が5000円入るっていった形になりますので、支払額に関しては850円っていう風になっておりまして、地域クーポンはですね GoTo トラベルキャンペーンの方でもらえるっていった形になりますんで、1000円のね地域クーポンがもらえるっていった形になります。ですのでまあ9000円のね支払いだった場合ですね、かなりね劇的な価格になっているのではないのかなというふうに思うわけなんですけども、まあ、東京都民の方はですね東京都内のホテルにね限られる場合にはなるわけなんです
ですけども、ホテルステイをね楽しむね絶好のチャンスだというふうにね個人的に思いますので、ぜひね利用してみていただけたらなというふうに思います。それですね、次にもう一個ね気になる点というのはね個人的にありまして、この旅行業者と OTA 事業者から予約した場合ですね、 GoTo トラベルキャンペーンを併用しなかった場合、6000円以上で5000円のね、まあ、補助金が出るということで、まあ、1泊6000円のねホテルを予約すれば、まあ、5000円ね補助金がいただけるということで、まあ、実質の支払い額はね1000円っていうふうになるわけなんですけども、こちらですね OTA 事業者旅行業者っていうのは、まあ、何を意味するかっていうと、まあ、ヤフートラベルとかですね楽天トラベルっていった形になるというふうに思うんですけども、楽天のスーパーディールってありますよね。まあ、このスーパーディールっていうのは、まあ、利用金額に対して何パーセントねポイントバックしてくれるっていうねものなんですけども、こちらを利用した場合ですね、まあ、6000円のホテルで 20% とか 30% とか、まあ、ポイントバックが受けれる商品がですね仮にあった場合ですね、6000円の支払いに対して5000円ね補助金が出て、実際の支払い額は1000円なわけなんですけども、もしこの楽天のスーパーディールですね予約したらですね6000円からですね、まあ、20%30% ということで、まあ、ポイントが返ってくるわけなんですよね。まあ、そうすると支払った金額は、まあ、実質1000円になるわけなんですけども、ポイントバック受けるのはそれ以上っていうふうに、ね、なる可能性がねあるっていうふうになるわけなんですよね。実際にね販売が開始されてみないとですねどうなるかわからない部分ではあるんですけども、まあ、GoTo トラベルをですね併用しない場合を選択すればですね、まあ、こういうのもね出てくるのではないのかなというふうに思っておりまして、今後ね注意して見ていきたいなというふうに思うわけなんですけども、もしね楽天利用されている方がいらっしゃいましたらですね、こちらもですねぜひねチェックしてみていただけたらなというふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますのでチャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。